皆さんこんにちは、村田平です。いつもご視聴いただきありがとうございます。すごい何も飾ってないですね。今日からグループ展が始まるので一旦壁はすべて取り外してもうすぐ準備できると思うんですけど、その前に動画撮ってます。今日紹介するのはですね、バックパックです。僕バックパックとかバッグ大好きで、1回2年ぐらい前にめちゃめちゃいいバックパックありますよってアンディさんに夏の合宿の時に紹介した動画あるんですけど、こちらですかね。モノリスさんっていう、もともと天使の羽っていうランドセルを作ってた会社が、まあ、ミニマルでどんな服にも合う、とにかく質にこだわった誰でも持てるユニセックスなバックパックっていうのをね発売されていて、めちゃくちゃ気に入って使っていたんですよ。で、時が経ち、その時と今とではのバッグの中に入れる物量がかなり変わって、すごくね少なくなったんですよ。僕がその時紹介して使ってたバックパックって L サイズだったんですよ。かなりでかいんですね。32リッター入るやつで、もうね上半分ほとんど空いてて、旅行行く時とかちょうどいいんですけど、ちょっとでかいなと思い始めてきたんですね。でプラス僕が使ってたのがバックパックプロって言って一番、まあ、グレードの高いやつの L だったんですよ。でいろいろ生地もしっかりしてるし、外側にねパソコンだけ独立した部屋がね取り出すようにあったりとか、まあ、基本的には申し分ないんですけど、ちょっとだけ重いっていうのもあって、たまたまねモノリスさんに行った時に新しいのが出たことを知ってるので見に行って試して今回買い替えました。こちらですね。何も変わってないじゃんと思うかもしれないですけど、はい、今回僕が買えたバックパックオフィスの M です。大きさが27リットルですね。まあプロ L に比べたら結構ちっちゃくなります。でもこれだけねあんま見た目も変わらないの、同じものをサイズを変えて買い替えるっていうことは僕今までしたことないんですよ、バックパックで。それだけやっぱりなんだかんだモノリスが最強だと思ったんですよ。いろいろね、その間にもいろんなものを使ったんですけど、なんやかんやでもうねどんな時でも本当使えるし、まあ、機能性も十分だし使い勝手が本当にいいんですよ。で今回何が変わったかというと、まあプロに比べてちょっと機能面で劣りますね。チャック部分はもうこの上だけ、ここだけになります。プロの場合はこっちにメインポケットのチャックがあって、でこっちはパソコン用とかチャックなんですけど、まあワンこっちに後ろ側にこうチャックあるだけですね。で中は一応パソコンが入るクッション付きの部屋とメインポケットと、中はほとんどプロと変わらないかな。こっち側のここに紙のポケットと、その下にはもう一つポケットがあります。でパソコン側の方も意外とね見えない、はい、ここパソコンで、ここにもちっちゃいポケットがあって、でやっぱあのしょいやすさの秘訣ですよね。この子これもプロの方がねまだちょっとクッション性あるのかな、でもこれでも十分軽減されるというか本当にしょいやすいです。で横がファスナー付きのポケットと、こっちがねこうマグネットなんですよ。これまあ外れることないんですけど、ここにはもういつも AirPods Pro が入ってるんですけど、これがめちゃめちゃ使いやすい。であとでかいねフロントポケットが一つと、でまあ防水、完全防水じゃないですけどちょっとした見ぐらいだったら全然防いでくれます。はい、やっぱねデザインがもう本当何も邪魔しない、どんな服でも安心して使えるという、ね、で丈夫でシンプルで、僕服もシンプルなんで、まあ、こういうのはね本当にいいなと思って、ね、バックパックもねいろいろこう行ったり来たりすると思うんですけど、結局最後シンプルなものに落ち着くなと、まあ、僕ももうすぐ40歳なんですけど、この年代になるとね落ち着くなっていうのが、こう所感というか今の僕の感想ですかね。ちょっと背負ってみますね。これぐらいです。そんな大きすぎずちょうどいいぐらいのサイズ感ですね。めちゃくちゃ背負いやすい。はい、でここについてるキーホルダーは同じライカで買ったウルライカのキーホルダーです。
175cm の 72kg、 ちょっと筋肉質の僕が背負ってこんな感じで、 S でもね十分入るんですよね。でもまあ M にしました、僕は。でこのモノリスのリュックですね、これがバックパックオフィスですね、はい、でオフィスっていうぐらいからちゃんとねパソコン入れるところにはちょっとクッションが入ったりとかするんですけど、スタンダードというのはもうちょっとねペラペラというか、本当にそんな機能いらないよ、本当とシンプルでいいよっていうのはスタンダードで、ソリッドっていうのが少しねこう横長というか可愛い丸いフォルムになっていて、女性が可愛いなとかね、最近で若い男性とかすごい好きそうなフォルムで、プロですね。でその4種類がスタンダード、オフィス、プロで、まあソリッドっていうのがフィルとしてあるんですけど、他にもねあのポーチとか、やっぱねここの横のマグネットがすごい人気みたいで、これで開閉できるポーチとかいろいろ置いてありましたね。実店舗がですね、東京都丸の内が一番有名なのかな。で大阪だとグランフロントにできたみたいで、他にもいくつかあるのでぜひ皆さんチェックしてみてください。モノリスやっぱり最強でした。この子バックパック悩んでる方ぜひいろいろね種類あるんで、実店舗やオンラインサイトチェックしてみてもらえるといいかなと思いますので、ぜひ参考になった方はいいねとグッドボタンよろしくお願いします。それでは今回は私が愛するバックパックのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。